ゆるくすです。さあ今日ですね、実はですね、静岡県にちょっとねアロエの仕入れに行ってまして、今ねもう帰り道なんですけど、もう帰り道がねもうなんとね2時間以上かかるっていうことなので、まあせっかくならちょっとね YouTube 撮ろうかなっていうことで、今日ね初なんですけど、ちょっとね、まあ、ドライブトークをねしていきたいと思ってます。まあドライブトークといってもね、今ねイベントをね近いので、そのねイベントのね準備のこのお話とか、まあ、現状ね、このいろいろとね、僕も今日、まあ、仕入れ行ってるんですけど、まあ、いろんなところでね、仕入れ行っていて、ちょっとね、現状感じていることっていうんですかね、まあ、ちょっとしたいろんな壁もね、もちろんあるので、まあ、そういったところもね、今日ちょっと、まあ、赤裸々に、ね、話をね、していきたいと思っています。まあ、なのでね、実際にね、同じようにちょっとね、まあ、アロエじゃなくても、同じようにちょっとイベント出店したいなとか、多肉植物、開墾植物とかいろんな植物の店舗を持ちたいなって方もね、何かね、参考になればね、すごく嬉しいです。はい。まあ、まずですね、そのイベント出店ってことなんですが、まだね、知らない方も多いかもしれないんですけども、まあね、アロエ専門店、アロエ立東というね、お店をね、立ち上げました。まあ、お店といってもまだ店舗は持ってないんですけども、まあ、まずはイベント出店をメインに活動をしていきます。で、実際にその初出店が、ゴールデンウィークですね、令和5年の今年の5月7日日曜日ですね、愛知県の竹豊町にある竹豊ゆめ太郎プラザというね、ところで、芝生広場フェスというねイベントに、出展させていただきます。はい。まあね、そこでですね、まあいろいろと今ね、アロエ専門店ということなので、まあね、もうアロエで勝負するというね、だいぶね、なかなか、イベンター、多肉イベンターとかでも珍しいと思うんですけど、結構ね、イベンターさんでもね、まあいろいろな、属とかね、いろんなものをね取り扱ってる方多いんですけど、あえてアロエ専門店とつけてしまった以上ね、アロエで勝負してやろうっていうことなんですけど、まあただね、こう今イベントね、こう準備をしている段階で一番やっぱね大変だなと思うのがね、やっぱりその植物のね仕入れなんですよね。やはりね、いろんな方に手に取っていただくためには、やはりね、こう1種類2種類はそれはおかしいんですけどね、より多くのねやっぱり品種を手に取っていただきたいし、やっぱり僕がね、このアロエリットを立ち上げた目的が、やはりねもう地味とは言わせないと、もうアロエリットのリットっていうのはアメリカのね若者造語でかっこいいというね意味があるそうなんですけど、もうねアロエかっこいいとね、アロエリットとねみんなに叫んでもらうためにね、世の中の方にねもっとアロエのかっこよさを知ってもらうためにね、このお店をね立ち上げたわけなんですが、まあ、なのでね、本当により多くの品種、かっこいいアロエを世の中にね、して世の中の方にね知ってもらうためにね、今ね本当にいろいろなところで仕入れています。で、そこでねやはり、植物をやられてる方はねご存知だと思うんですけど、まあ原種と言われるね、まあ元々の親ですよね、もうそういった原種プラスやっぱり交配種ハイブリッドっていう言い方もしますが、まあね、まあ、そういった感じで原種同士を掛け合わせたハイブリッドとか、まあ、そういったもので今ねアロエも同じように原種とハイブリッド交配種があるわけですが、やっぱアロエというのはですね、もうね、もうワシントン条約のですね、もうそのサイテスというね、まあ、国際条約でですね、まあ、海外から、にね、日本へアロエをねこう輸入することがね、できないっていうのがね現状なんですよ。まあそういった規制がかかっているってことですね。まあなので、まあそんな簡単にね手に入らないっていうのがね、あるので、まあ僕もねやはりね原種をねこうやっぱり揃えようと思うと、まあ現状ねやはりすごく難しいです。まあいろいろな生産者さんとかいろいろな方のところでねお話をして、まあいろいろとね、今ね原種もねある程度所有をしてるんですが、やはり現状難しいっていうのがあります。まあ、なので、まあ、やはりね、まあ、種から育てたりとか、まあ、ただね種も、 もう何百というね種をまいても結局ね、販売日本、お客様にね手に届けられるのはほんの数株だと思うので、まあね、この種を発芽して栽培するのも結構ね、研究というかよりね良い株をねこう育てるためにもね、また研究が必要かなと思ってます。なので今現状ねそういった原種とかそういったものはね、種をまいて、まあね数年後にはまた販売できるように、ね整えていきたいなっていうのがあります。
というのと、プラスね、やはり怖いしですよね。まあ、アロイハイブリッドという言い方で今ね、海外から、輸入をして、いろいろなね、インスタとか、まあそういったイベントとかでもね、もう今ね、現状、販売をしている方もね、増えましたよね。僕も以前ね、名古屋のとあるイベントに行った時に、アロイハイブリッド、数株置いておりました。ただね、やっぱりね、まだね、人気がないと言いますか、まあ好きな方は好きだと思うんですけど、やはりね、まあ数株っていうだけもあって、やっぱりまだ手にする方とか目につく方も少なかったんじゃないかなっていうのがね、現状かなと思いました。まあなのでね、ただ僕も、今ね、海外からね、生産者さんの方とやり取りをして、数株ですかね、このアロイハイブリッド、このね、僕の輸入をして、このところにもね、2週間後ぐらいには届く予定です。なので、まあ、早ければ、うまくいけば、何も問題なければ、4月中には届くと思うので、そこでね、もしもね、イベントに間に合うようだったら、このアロイハイブリッドもね、販売をしたいなと思っています。まあこういった感じでね、やはりね、いろいろとイベント出展に向けていろいろと準備をしていると、いろいろな、ね、ことがね、発見できるんですよね。やっぱり今ね、まあ多肉植物業界もね、やはりまあ広いようで狭いので、やはりね、こういろいろなね、自分たち皆さん、いろんなまあ仲良くしている仲間内の中でいろいろとね、いろいろな品種を集めたりとか、まあ皆さんにそれぞれ生産をして、まあ交換をしたりとか、まあ種を交換したりとかっていう感じで、まあ皆さんこういったイベント出店とかお店の販売をしていると思うので、僕もね、こうまだね、アロイリットを立ち上げたばっかりなんですけど、まあね、本当にいろいろな方ともっともっと交流を深めて、もっとね、僕のこのユーテックスのね、名前を知ってもらうためにもね、どん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 と、活動をね、広げていきたいなと思っています。はい、でね、まあね、こういったまあ今、準備段階とかね、そういった現状の壁っていうのがね、あるんですけど、まあやっぱりね、こうなかなかね、こう新入りと言いますか、こんなね、まだまだ、多肉植物業界だけじゃなくてね、まだまだこの YouTube でも街中でもこんなユーテックスを知ってる人なんて本当にごくわずかなわけですよ。まあなのでね、まあ少しでもこのね、アロエをね、もっと世の中の人に知ってもらうっていう活動をするので、もっともっとね、今後はね、SNS とかね、そういった YouTube もね、頑張っていきたいと思ってます。はい、そうやってね、やっぱり発信をしていくっていうことがすごくね、今の時代、これからの時代大事だからと思ってるので、やはりね、昔と違うのが、今はね、やはりこういう YouTube とか SNS、インスタとかですね、今 TikTok もそうですが、があるので、どん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 ね、自分を発信するっていうね、ことができるので、これをね、活用しなくては意味がないっていう感じですよね。まあなので、まあね、そういった感じでね、今のこの時代に合ったね、このアロエをもっと世の中に知ってもらうチャンスがいっぱいあると思うので、これからもね、どん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 、インスタとかもね、ユーテックスプランツスタイルでやってますし、今ね、最近 TikTok も実は始めました。なのでね、 TikTok も見ていただいて、どん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 ね、拡散していただけると嬉しいです。はい、で実は Twitter もやってるので、 Twitter の方もね、ユーテックスプランツスタイルでね、検索してフォローしていただけるとね、TikTok、インスタ、それで Twitter もね、全部ね、フォローしていただけるとね、すごく嬉しいです。そして拡散していただけるとね、すごく嬉しいです。まあこんな新入りのまだまだ若輩者ですけど、こうやってね、活動し始めたので、どん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 ね、皆さんの中でも、発信していただけると嬉しいです。はい、でね、ここもね、ちょっと動画の中ですごくね、伝えたいなと思ったのが、やはりね、こう多肉植物の中でもやっぱりね、まあ、エケベリア、まあ、アガーベ、リッキーやサボテンとかはね、やはり人気な、品種ですよね。まあ、人気な属なので、やはりね、そこにはね、こう分母といいますか、こう、ユーザーが多いわけですよ。それに比べてやはり、アロエとか、まあ、あとはガステリアもそうですけど、そういったね、ユーザーがね、まだまだ少ないんですよね。なので、そのね、ユーザーを増やすためにも、今この動画をね、ご覧の皆さん、アロエ好きの方で、アロエ好きっていうのをね、こう世間で言うのがちょっと恥ずかしいなって思ってる方、ぜひね、皆さんインスタとかやられてると思います。これね、今から言うこの言葉をね、ハッシュタグでつけていただきたいんですけど、
もうね、地味とは言わせないとね、あとアロエリットですね。リットというのはですね、このアメリカの若者造語でかっこいいというね意味があるんですよ。なんでもう地味とは言わせないと、もうアロエはかっこいいんだぞっていう意味含めてのアロエリットっていうことなんですけど、もうなんでこれからいろいろとね SNS とかで皆さんハッシュタグもう地味とは言わせないアロエリットっていうのねつけて、でもうね皆さんのね新しい発想力でもうねアロエのイメージってどんだけでも変わるっていうのを思ってるんですよ。やはりね、まあ今ねもうエケベリアとかそういった多肉植物やられてる方は多いと思うんですけど、まあね寄せ植えとかあとは雑貨とかそういうね鉢とかおしゃれな鉢にアロエをね植えるだけでもねだいぶアロエっていう、ね、イメージが変わるんですよ。まあねこのね前回の動画でアロエの見せ方という動画をね少し簡単に皆さんにお知らせしたんですけど、アロエっていうのはやはりね、緑のね多い植物なのでやはりねインパクトがないんですよね、アロエ自体に。でも実はねこうしっかり見るとアロエの挙手であったりとかあとは模様があったりとか、実はねもっと魅力が詰まってるものがアロエなので、このね深みのあるアロエをもっとね知っていただくためにもね、もっともっとそういった鉢だとかあとはいろいろの、まあ、小物そういった雑貨とかを使ったりして写真を撮ってインスタに載せてっていうのはねするとね、より多くの方にね、知っていただくチャンスにもなると思うので、ぜひね皆さんねこれをご覧の皆さん、アロエ好きの方、今ちょっとアロエに興味のある方、ぜひね、まあ、そうやって皆さんもね皆さんの発想力でこうやってどん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 と発信をしてください。そうするとねもうねアロエっていうものがね絶対に、もっともっとね変わっていくと思うので、皆さんの力でね僕もこうどん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 と励みになるので、そうやってやっていただけると嬉しいです。まあ、というのもね実際ねこうやって YouTube をやっているといろいろな、ね、方からコメントきます。やっぱねアロエ最近好きになりましたっていう方もね、実際にいらして、もうねやっぱりそうやっていただけるコメントだけでもすごく嬉しくて、もっともっとねやっぱそういったコメントが増えると嬉しいですし、実際にね DM をいただいた方とかもいるんですけど、やっぱね、まあ、現状やっぱアロエを好きっていうのが言うのが恥ずかしいっていうのはねあるみたいなんですよね。まあ、なんでこうアロエをね実際やっぱ販売をする方もね少ないですし、多肉植物をやってる方でもね、まあ、アロエを販売してるのって少ないんですよね。やっぱりそうやってユーザーが少ないからっていうのがあるんですけど、ただねこうどん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 今言ったようにイメージを変えていって、こうアロエのね発信力っていうのをもっともっと高めていけばね、もっともっといろんな方のねこう意識というものが変わっていくと思うので、まずはその意識をね変えていくことかなと思ってるので、まあ、僕はねこういった感じで今ね偉そうにいろいろと語ってしまってますが、まあそういった感じで何かね皆さんもなんか皆さんの発想力でこう発信していただけるとね、こうアロエの世界が変わるんじゃないかなと思っています。はい、まあねこういった感じでちょっとね、今日は熱く語ってしまいましたが、まあね今ねまだまだ時間まで、今まだ帰る時間まであとね1時間半ぐらいあるんですけど、まあねこれもちょっとゆっくりと、気をつけてね帰っていきたいと思います。またね、イベント近いのでこれからどんどんイベントのねお知らせとか、まあねアロエの紹介もねいくつかできたらなと思っていますのでね、ぜひ今後もね、応援をお願いします。それではね今回この動画またね良かったなと思った方はチャンネル登録そしてグッドボタンの方をお願いいたします。それではねまたお会いしましょう。